真が好きで写真始めたんじゃなくてダイビングしたくて写真始めたんで、写真じゃなくてもいいんやっていうのがすっごい根底にあって、そもそも写真好きじゃないとか。写真が好きじゃないと語る写真家、その男の名は世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。ファッション広告写真の分野で精力的に活動する池谷智秀、乃木坂46などさまざまなアーティストのジャケットを手掛ける今話題の写真家。そんな彼が写真家として活動を始めたいきさつとは。もともと飲食店で働いてたんですよ。レストランでやってたんですけど、その時によくダイビングをやることが、水中潜るダイビングをやってて、趣味で、それでよくカメラマンの人とよく潜ることがあって、カメラマンの日になったらタダで世界中行けるのかなみたいな軽い感じで始めました。軽い気持ちで始めた写真家としての活動。そんな彼の舞台は水中。特に生命力にフォーカスしてるんですけど、呼吸って人の大事じゃないですか、一番で。呼吸が普通の陸上だと可視化するのがすごく難しいですよね。でも水中だと泡として可視化できるんで、あと障害の人とかもいたりとか、その中でも生きる強さがあるっていうのがよりフォーカスされて、見てる人にも伝わりやすいんじゃないかなと。そして行き着いたテーマがコントロール。私の作ってる作品は全部共通してコントロールをテーマに作ってて、コントロールすることによって何かいろんなことが、悪いことが起きたりとか、いいことも起きたりとか、なんかそこに世の中のいろんなものの元があるんじゃないかなと思っていて。生命の源、水。しかしそこで今起きていること。僕が19歳とか、その時はサンゴがすっごい綺麗だったんですよ、まあ、それに魅了されて始めたんですけど、10年後とかに潜った時にえって思ったんですよ。もう白化してるし、絶望っていうか、そこから結構自然環境に対してちょっと考えるようになったりとかしたりとかして。壊れゆく自然も命を生み出す自然も記録したい。だからこそ彼は水と人間の関係を探求し続ける。そんなに自分で撮ることに執着してないし、もう上がったものが自分にとっていいか悪いか自分はもう記録するだけっていうか。次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家越智俊介のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。